群馬のイメージ。さあということでここからは佐藤のコーナーでございます。まあ見たらなんとなくわかりますが佐藤いませんので、まあちゃちゃっと読んでいきたいと思います。佐藤さーん。ああ深夜のコンビニ暇だな。誰も来ねえもんな。ああなんか暇つぶしねえかな。あれ？ほら、これ店長の忘れ物かな。